私たちだけで行ってますよ。そうですか。すいません。磯目。はい。タックル箱。はい。じゃあそれ頼むよ。うん。いいのやってんだ。ノリ。はい、私も見たい。わかった。相川とノリミツ。あと誰だ？私も。オッケー。あと一人、誰でもいいんだけど。ね、幕の内くんも行こうよ。え？僕も行っていいの？遠慮すんなよ。クラス替えしたばっかで、みんなよく知らねえ同士なんだからさ。そっか、じゃあ。今日夜釣りの仕事入ってたんだ。どうしたの？ごめん。うち釣り船屋やってて、母さん一人だから今夜も手伝わなくちゃ。そう、残念ね。また誘ってよ。相川さん、早く行こう。はーい。あいつこないだも断ったんだぜ。しらけるよな。そういえば、こないだ柄の悪い人たちに絡まれてたみたい。いじめられやすいタイプなんてねえの？せっかく誘ってもらったのに、どうして僕ってこう、要領悪いのかな。もっと積極的にしないとダメなのかな。でもうちの仕事放っておくなんて絶対できないしな。おい、一歩。ん？ユー。あ、梅沢君。どうぞ。ん？なんか臭くねえか。あー、そうっすね。匂いますね。え、なんだろう。あ、てめえがミミズくせんだよ。わかんねえのか。毎日ミミズいじくってから体に染みついてんだよ。すいません。でもうちの商売道具だから仕方ないですよ。うんざりするんだよ。てめえが来ると学校中ミミズ臭くなっからよ。
ミミズじゃなくてイソメなんだけどな。あっ、やらそうに文句されてんじゃねえぞ、これ。なんで殴るの、梅沢くん。弱い者いじめして楽しいの。息子がこんだけくせえってことは、てめえのおふくろもさぞかし似合うんだろうな。あ、なんだその目は。あ、いや。ちっ、たまには根性見せてみろってんだよ。ひでえな、こりゃ。強そうに見えねえんだけどな、こんな奴ら。なんだおめえは。意気があるんじゃねえよ、バカ。何？意気がってんのはどっちだ、こら。扇風機か、己らは。少しくらいすばしっこいからっていい気になって。意気がってるのは俺か、てめえらか。あ、いや、あ、あ、覚えてやがれ。すん、すごい。おい、これ起きろ、起きろってば。おい、あ、え、あ、気がつきましたよ。ん？おい、大丈夫か？え？あ、はい。ここは？初めてか、ボクシングジムは。ボクシングジム？ああ、ここなら治療器具が揃ってるからよ。あ、あ、あ、ありがとうございました。本当に、本当にありがとうございました。もういいよ、気がついたんならとっとと帰んな。俺は弱い者いじめなんぞするやつはでっきれいだがな、やられっぱなしでだんまり決め込むやつにも虫ずが走るんだよ。てめえのおふくろもさぞかし似合うんだろうな。お邪魔しました。ちょっと待て、ほら。あ、ったく、泣くほど悔しいんだったら待ってろ、面白いことやらしてやっから。よし、これをあいつらだと思ってぶん殴ってみろ。え、似てんな。うわ、つべこべ言わねえでやってみろ、スカッとするからよ。は、はい。それ。